鉄道趣味で人生を豊かに溝口駅長の朝ライブです。今日からですね、えー、JR 全線感情をテーマに喋っていこうと思っております。で、1回目なんでね、まあ、ざっくりとした、まあ、ガイダンスといいますか、概要をね、お話ししたいと思います。で、まあ、昨日も言いましたけれども、私2023年1月から JR 全線2回目の感情を目指してやっていくと。 いうことでね、計画を立ててるんですけれども、これ、まああの私がやりたいからっていうのはもちろんあるんですが、まあ、どちらかというとですね、まああのこれからやってみたいなという方にですね、まあそういう方の背中を押してあげたいと、いやあの実実はそんな難しくないんですよと、やろうと思えばできますよっていうことをお伝えしたくて、でまあその見本を見せるつもりで私もやるということで考えています。 でまあ、何でそんなこと考えるのかっていうね、まあ、乗り鉄旅行会っていうのをやっているからっていうのもあるんですが、私もね、1回目、えー、自分が乗り潰しをした時は、あずっと一人です、えー。同行者ゼロですね。えー、完全一人でやってました。まあ、一人旅が好きだったんで、それでよかったんですけどね、えー、前線達成した瞬間も一人でね、自分の心の中で、やった達成した っていうね、まあ、そういう喜びをね、えー、分かち合う友も,もなく <laughs>、で、まあ、他にね、まあ、周りにいろんな鉄道ファンもいるんですけれども、知られることもなくですね、ひっそりと、まあ、自分一人の、まあ、自己満足として完結したというのが、1回目の前線、感情でした。で、2回目はね、まあ、一人、そこもね、ちょっと変えていこうと思ってて、一人でやるんじゃなくて、まあ、仲間を連れてという感じで、まあ、一緒に行きたいという方があれば、一緒に行く。 教えてほしいという方があれば教えてあげるというスタンスで考えています。なのでね、あのま,まさに今やっているという方もいらっしゃると思いますし、まあ、できればやってみたいなという方もいらっしゃるでしょう。あるいはまあ全くね、JR 全線勘定なんて考えたこともないと、え何それっていう方もいらっしゃると思うのでね、えそういう方にもあのあこういうのがあるんですよっていうのを、ね、今日はちょっとお話ししようと思います。で、まあ、あのやろうと思ったときにですね、 まあよくある勘違いと言いますか、まあ私もよく言われるんですけどもね、私があの、鉄道全線勘定しましたなんて話をするとすごいですねと、まあ皆さん異常に驚いてくださいます。で、まあ驚かれるんですけれども、まあ私本人からしてはればですね、いやそんなにすごいことじゃないのになっていう、まあ謙遜でも何でもなく思うんですね。えー、なぜかというと、まあお金と時間さえあれば誰でもできることだからです。 特殊な能力は必要ありません。えー、まあ、それが大事なんだよって言われるかもしれませんけどね。まあ、お金かかるでしょう。時間かかるでしょうって、まあ、まあ、知らない方だったら思われると思うんですが、意外とですね、お金もですね、えー、知らない方からすると何百万もかかるんじゃないのと、もう海外旅行何度も行くぐらいかかるんじゃないかって思われるかもしれませんが、そんなことないです。あのー、むしろ、なんだろう、リーズナブルに <laughs>、 まあ本当に普通の旅行でねパッケージツアーとかであちこち行くお金があるんだったらあの鉄道を使って全国回って勘定するのってそんなにお金かからないと思います。も私も正確に計算したことはないんですけどもね、えー、まあなぜならあの青春18切符とかですねあとまあシルバー向けにですねお得な切符、えー JR 東日本であれば大人の休日クラブっていうのがあったりするんですが、まあ多分知らない方からすれば、それいうのがある,あるっていうことすらね、ご存じないと思いますので、あのー、本当にね、今、えー、そういうお得な乗り放題器、たくさんございます。もう知ってるか知ってないかだけの差ですね。まあ、知らなかったらね、本当に JTB みたいな大手の旅行会社に行ってね、パッケージツアーを申し込むっていうのしか知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、まあちょっと とっとね、あの自分で手間かけて調べて、出かければ安くで旅行する手段いっぱいあります。で、鉄道は本当にね、日本全国、えー、路線もありますので、それを使ってね、えー、乗り放題となると、本当に広範囲に動けるのでね、まあ、乗り潰しまでいかなくてもね、まあ、誰しもあの47都道府県回りたいなと、えー、一緒に1回はね、 全ての都道府県回りたいなっていうことを考えている方いらっしゃると思うのでね、ぜひ鉄道を使って出かけたら、出られたらいいんじゃないかなと思います。まあ、沖縄だけはね、鉄道で行けませんけれども、まあ、本当に北海道も四国も鉄道で繋がってますんで、えー、その記載あれば、まあ、意外とお金をかけずにやることは可能です。まあ、ちょっと具体的にね、と言われてもじゃあ実際いくらなんでたって言われると今言えないんですけれども、まあ一個一個のね、事例を 挙げながら今後お話ししていきたいと思います。で、あとよくある疑問としてね、まあ、お金の次に必要なのは時間です。え何年もかかるんじゃないのと、まあ、そんなにお、ね、時間かけてられないよと、まあ、人によってはね、もう人生さ、もう先そんなに長くないよとえ思ってる方もいるかもしれませんがね、それもあのやろうと思えばですね、まあ、1年、2年もあれば十分できると思います。でもう学生さんとかでね、 もうだったらもう夏休みとかに固めてね、で日本全国回ればあっという間に、まあ、ほぼほぼ感情っていうのも不可能ではございません。えーでまあ、特にね、えー、定年されて、えー、時間十分あるという方であればね、まあ、時間はあるけど、やっぱりまあ老後不安と言いますかね、年金そんなに多くないんでお金かけて旅行はできないという方は、ぜひね、鉄道の旅、うってつけです。まあ、比較的安く、で、まあ、時間はあるんでね、あの時間使って。 まあ鉄、鉄、えー、各駅停車とかをね、乗り継いで全国を回るというのもね、えー、面白いもんです。のでね、時間がね、まあ、本当に、ま、あの、忙しいビジネスマンの方であれば、なかなかね、時間の組みは難しいかもしれません。あですがね、まあ、現役世代でも、例えば、ま、出張族で、日本各地を回ってるっていう方であれば、意外ともうすでに乗ってるところ多いかもしれませんのでね、それを、差し引いて、残ってるところだけ乗ると、 いうこととにすれれば意外とあ,れあ結構もう乗っちゃってるなと、えー、もしかしたら全部乗れるんじゃないというふうに思われるかもしれませんので、一度ね、えー、お休みの日とかに今までに乗った路線、あの乗りつぶしマップとかあ,のありますんでね、まあ、本屋さんで買ってきてもいいですし、多分ネット調べればね、そういう地図あると思うんで、そういうのをダウンロードしてね、今まで乗った路線を赤線で引いてみるというのをやってみるといいかもしれません。 で、あともう一つね、実際やろうと思った時に困ることとして、まあ、やり方がわからない。とか、まあ、鉄道にあんまりなじね、列車の時刻を調べたりとか、いうのもあんまり得意じゃないという方もいらっしゃるかもしれませんが、これもですね、今本当にインターネットの普及でですね、もうその期さえあればもうググってください。<laughs> YouTube でも見てください。いくらでも情報ございます。まあ、鉄道系のね、ブロガー、YouTuber 大勢いますのでね。 まあ自分が気になることで検索かけてみればね、必ずもう誰,誰かしらがもうすでにやってますんで、まあ、私もや、ね、情報発信してますから、溝口駅長のページもございますので、で、そういうのも最高にしていただいてね、でどう、どうやれば効率よく回れるかとかですね、お金をかけずにいけるかとかね、えこういう見どころがありますよとか、えそういうのもいろいろと出ておりますので、 まあ本当に、まあ、私が、ね、1回目の大回り、大回りじゃない、えー、JR 前線、誕をしたときは、まあ、そこまでネットが、ね、発達してなかったですし、そこまで有益な情報もたくさんなかったですからね、まあ、もっぱら紙の情報、本とか雑誌を見て、でね、やってたんですけれども、まあ、それでもできましたんでね。えー 昔に比べれば随分やりやすい状況になっているかと思います。ということで、まあ本当にやる気があるかどうかだけですね。<laughs> えーまあ、自分にはそんなのできっこないとかね、思ってればできません。あできるかもと、まあ、ちょっと楽観的にね、えー、考えるぐらいでちょうどいいかと思います。 鉄道にそこまで興味がないとかね、えー、あの、電車に乗ると酔っちゃうとか <laughs> いう方は、まあ、お勧めはできませんけれども、まあ、時間はあるけれども、お金はかけて旅行できないなと。あでも、日本全国回ってみたいなというから、ぜひぜひね、JR 全線環状を目標に掲げて旅行されるのはいいかと思いますよ。で、まあ、それやるのかっていうのはね、まあ、それはもう自己満足の世界です。まあ、趣味。 なんでね、趣味の旅行ですから、別に誰かに褒められるためにやるわけじゃない。まあ自分がねあ、全部回ったという達成感が得られるっていうのがね、一番大きいと思いますし、まあやっぱり JR 全部乗りましたよっていう話をすれば、まあ大抵の方はね、おすごいですねという感じでね、びっくりされます。まあ、まあ、ちょっと自慢と言いますかね、まあ、優越感に浸れるというところもまあ正直ございますのでね。 えやってみてはいかかがでしょうかで、まあ、鉄道で回るっていうことはまあほぼほぼ日本全国、まあ、だいぶ廃、ね、線になってるところもありますがあ、まあ、それでもまだまだ、えー、新幹線在来線日本各地にあまねく <laughs>、えー、路線もがございますのでそういうのを、ね、伝ってで、まあ、あの鉄道だけじゃなくってねバスとか。 あるいは歩いてもっと先へ行ってみるっていうのも面白いでしょう。あるいはまあ鉄道に関係なくですね、すでに、えー、例えばお城員を集める、御朱印を集める、まあそういう趣味をお持ちの方であれば、まああのー、まあ、言われなくてもすでに全国各地回っておられると思うんですが、あまあそのついでと言いますかね、まあ車で回ってる方もね、時には鉄道を使ったりして行かれると、まあ 気がついたら JR ほぼほぼ乗ってるなということになっているかもしれませんのでね、えー、JR 全線環状も、えー、意識してやってみられるといいかと思います。ということでね、まあ、今日のお話としては、意外と簡単にできますよと、えー、JR 全線環状、お金もそんなにかかりません。時間もね、えーまあ、あるに越したことはないですけれども、効率よく回ろうと思えば回れます。情報もネットにたくさんでね。 ぜひ調べて、えー、チャレンジしてみてほしいと思います。で、このライブ配信、溝、うん、口駅長はですね、えー、JR 全線環状に向けてこれからスタートいたしますので、えー、これから始めたいという方とね、一緒に、えー、同じ歩調で進めていきますし、あと具体的なお話を次回以降ね、やっていこうと思っております。えー、これ1月からもうあの、この1月は、えー、大人の休日クラブパスという乗り放題切符を使って、 で関東と東北方面に、えー、出かける予定にしておりますので、まあ、その具体的な内容も次回以降にお話しいたします。えー、ぜひ参考にしてほしいと思いますので、えー、ご視聴よろしくお願いいたします。えー、っと、ま、きょまでお正月休み、まあ明日まで休みってところが多いかな、まあ、1月4日ぐらいまで休みの会社さんとか多いかと思います。体を休めてね、ことし1年、えー、元気にスタートできるように。 まあ、正月を楽しんでください。では今日はここまでにいたします。皆様、良い一日を。